西島光賀役小西良生です。三月香織役肘井美香です。この度2005年に放送されたガロファーストシリーズが HD にリマスターされて放送されることになりました。10年ですね。早いね。23歳だったね、あんまり言わない方がいいか。言わない方がいいか。言わない方がいいね。初期のやつのリマスターを見てですね、僕らも副音声っていうんですか、もうちょっとやったので久しぶりに見返したんですけども、面白いね。面白いね。もうね、ちょっと喋らなきゃいけないのにずっと黙っちゃったりとかして、見入っちゃいましたね。なんか10年間経っても色褪せないでこう楽しんで見れるというのは、そういうものを目指して作りたいななんて僕ら全員が思ってることなんですけど、こう作品自体がそうやって面白いまま生きてて、でしかもリマスターでなんていうの、この色とかもすごい綺麗になって、クリアになってるんだよ ね。だからそういうなんか作品をちゃんと生かし続けてくれていることにすごく感謝します。そうですね。10年間応援してくれた人がいて、あの期間に本当に私たち、もう私たちも含めもうスタッフさんみんな本当に命を削って作ってたっていう感覚が残ってるし、画面からも伝わってくるシーンとかカットがたくさんあって、なんか本当に胸がいっぱいになりながら見てました。まあ、見てられない自分の若さみたいな初々しさなのもあるけど、あるよね。でもなんかその時じゃないとできないもんな感じしたね。そうね、あの時の私たちにしかできないことがたくさんあった、勢いがあったりとか、なんか映ってないけどやっぱスタッフさんも手探りでやってた分、頭で考える以上に多分すごい気持ちと勢いでやってたような気がするもん ね。誰も次のシリーズがあると思って作ってないので、本当に1話1話ワンシーンワンシーンに本当にエネルギー込めて作ってました。雨宮監督があの時、もう何年先でも何十年先でも、みんなが楽しんでもらえるものを作りたいねなんて言ってたことが今こうして、現実に、続いていて、また新しいものがこうやってリマスターだったりとか新しいものが生まれているのは本当に感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな10年前スタッフと一丸となって作り上げたアクションや CG シーンをよりクリアな映像でまた皆さんにお届けできることを嬉しく思います。すでにガロを見た人も、これから初めて見る方もぜひこの機会にご覧ください。ガロ HD リマスター7月8日より放送スタートです。お楽しみに。ガロ。